ザッキーです。今日なんですけども、三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミアっていうホテルにね来てるんですけども、今回こちらのホテルを一泊してみて中の良さっていうのがね、どんな施設かっていうところで皆様に紹介しつつ、横浜の街をね明日以降は旅行をして楽しんでいきたいと思います。20階に来ました。今から行ってみたいと思います。こんな感じめちゃくちゃ高級感あふれてやばいですよ。屋上とかも見てください。ビロビロとしてる。こんなところ細かいじゃないんで、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、楽しいです。ラルームサービスです。すごい。ジムできるスペースもあります。おお、すごい。ランニングマシン、ダンベルもありますね。最高。ここね、夜使えるんだ。いただけたらと思います。では行ってみます。今回は27階が最上階で22階に行ったんですけど、今からねちょっとお部屋の方に向かっていきたいと思います。2207号室来ました。これねカードキーがありまして、これをねかざさないと入れないということなんですけど、ちょっと入ってみたいと思います。おお、いざ行きます。おお、最高です。ちょっと靴脱ぎますね。すごい。でもで入ってすぐ洗面台があって、おお、ベッドも2つある。おお、すごい。すごいです。最高です。でね、晴れてる日なんかも展望台なんかもね確認できますね。あ、すごい。これはすごいですね。お手洗いもあります。ほら、あ、結構広いですね。めちゃくちゃ広くて、でここがお風呂場ですね。おお、お風呂場もめちゃくちゃ綺麗です。でベッドルームがあって、広々としてますね。あとはもうなんといってもでっかいテレビがあって、入り口付近には洗面台もある。この感じやっぱたまらないですね。最高にいいと思います。あとは入口には鏡もあって、身だしなみもチェックできると。このホテルはねもう最高級にいいというのが分かりました。野毛山公園に来たということで、無料の、ね、公園ということで、どんな動物がいるかっていうのをね、ちょっと紹介していきたいと思います。こちらです。お金がかからずにね楽しめる公園ということで、お子様とかもたくさんいてね、どんな動物がいるかめっちゃ気になりませんか。なんで今から行きたいと思います。まあこんな感じです。楽しんでいきます。マサラタンにさよならバイバイ、俺はこいつと旅に出る。あれがランドマークタワー、あれがランドマークタワーっていう建物らしいですね。有名な建物です。なんか無料施設みたいなのに来たんですけども、とりあえずのジェラートとネギのね、ネギポン酢かな、たこ焼きなんですけども、このね大自然のところで食していきたいと思います。まずたこ焼きからいきます。ちょっとすいません、こんな感じです。
きます。めちゃくちゃうまい。味が染み込んでて、自然に食べてるかわかんないんですけど、めちゃくちゃうまいです。最高。続いてね、のジェラート。これインスタ映えめちゃくちゃしませんか？チョコ、ミルク、イチゴだったんですけども、あえてのイチゴにしました。ちょっとめっちゃ気になったんで食べてきます。めっちゃうまい。生クリームがめっちゃうまいのと、それに絡まってジェラートめちゃくちゃうまいです。今からね、動物公園また戻ろうと思うんですけど、さっき見てもらった通りにレッサーパンダめちゃくちゃ可愛くなかったです。一番見たかったね、もうレッサーパンダ見たんで僕的には満足なんですけども、まあ、ライオンとかちょっとワニとかね、たくさん動物いるみたいなんで、この後も、少し楽しんでいきたいと思います。この施設めちゃくちゃ最高なんで、ぜひお越しの際は、このコリさんアイスぜひ食べてみてください。ハムチャンズめちゃくちゃ可愛かったです。大変混み合っております。混雑しております。ハムチャンズみんなディスタンス取ってください。喧嘩しないで仲良くしてください。ハムちゃんみんな仲良くしてるのが一番幸せなんで、このままハムチャンズ仲良くみんなしててね。またね、ハムチャンズに会える日が来たらいいなっていうのをね、しみじみ感じながらハムちゃんをね、外から眺めてみるのめちゃくちゃ最高でした。この3匹の、ね、ハムスターめちゃくちゃ可愛くて、このハムちゃん見てて思ったことがあります。皆さん知ってるかわかんないんですけど、昔ね、とっとこハム太郎っていうのがめちゃくちゃ流行ってて、ずっと見てたんですけど、その中の子牛くん、ハム太郎、ロコちゃんにね、めちゃくちゃ似てるなっていうので、この3人ね、ずっと見てたんですけど、もぐもぐしてるのがマジ可愛いし、小動物ってね、改めて可愛いなってすごく感じました。おい、なんでだよ。これ怪獣ゲームやってるんですかね。このね、ブレイビンロードっていうのがあるんですけど、このね、橋から落ちちゃいけないんですけど、松山健一とカイジがね、この橋渡りきるんですけど、まあ、続きはね、まあ、見てほしいんですけど、まあ、ブレイブウェンドードちょっと渡ってますね。やば、これこれやばくない？なにこのレストポジションしてるの？これレストポジションタイプ？うえー、すげえ、まんまるちゃんじゃん、かわいい、すごい。あ、お前は誰だ、頭隠して尻隠さず。おお、コロンブス？コロブス？かわいい。ちょっと顔見たかったけどいなくなった。かわいいっすよね。めちゃくちゃ綺麗。動物園行ってキャリアに行ったんですけど、ね、乾杯していきます。1日目の、ね、動画はこんな感じなんですけど、明日以降ね、またサイド横浜中華街の動画出したいと思うので、この世界のザッキーのチャンネル登録、高評価お願いします。では、世界のザッキーに目覚めましょう。